高文雄は、台湾の政治家、独立運動家、人権活動家。日本在住の評論家、高文雄と青年、政治的な主張が似ており、しかも双方とも、台湾独立建国連盟の関係者であるため、混同されることも多いが、全くの別人である。1937年、台湾の新築生まれ。1964年、 アメリカ合衆国のピッツバーグ大学の奨学金を獲得したのを機に飛べ、コーネル大学社会学研究所で博士課程取得に励む傍ら、台湾独立建国連盟に所属し、台湾独立に向けた活動を行っていた。1970年4月24日、訪米中の小渓谷をニューヨークのプラザホテルで狙撃するという暗殺未遂事件を起こし、 ニューヨーク市警察に逮捕される。その後、発射中に逃亡し、1996年まで地下に潜伏した。この暗殺未遂事件は、台湾独立派からは、岐阜として称賛されることが多い一方で、中華人民共和国政府など、台湾独立に対して批判的な勢力からは、台湾独立派が、テロリストにしか過ぎない証拠であると非難されることが、多い。 1996年4月、台湾へ帰国し、1998年1月には台湾人権促進会の会長に就任し、2000年には、人水平政権の下で、中華民国総統府国策顧問も務めた。ありがとうございます。